ダンガミヨシコは大阪府出身のチアリーダー。2006年から1年間 NFL のダラスカウボーイズのチアリーダーも務めた。身長152センチメートル。妹が一人いる。2005年2月に税理士の資格を取得した。父親が公認会計士であった彼女は小学校の時に見たミュージカルに感動し、ダンスを習いたいと思ったが、ソロ版を習わされた。 ダンスの専門学校への入学も考えたが、1995年4月に、高南大学経営学部に入学し、高南大学レッドギャングのチアリーダー部に入り活動。学部卒業後、大学院に進学するから X リーグの神戸、ファイニーズ、USA ジャパンのオールスターチアリーダー、X リーグオールスターチアリーダー、ヴィーナスウエストなどで活動を続けた。 2005年2月に行われたプロボールに日本のチアリーダーとして招待された彼女はそこでインディアナポリスコルツのチアリーダーに身長の低さはハンディキャップではないと励まされた。同年4月にコルツのチアリーダーに合格した。オーディションに合格した後、阪神・淡路大震災で港南大学チアリーダーだった娘を亡くした父親から写真を撮らせてほしいと頼まれた。 亡くなった彼の娘は、壇上と同じく税理士を目指しており背もあまり高くなかった。彼は彼女がオーディションに合格したことを自分の娘のことのように喜んだ。同年8月に、コルツが来日して東京ドームで行われたアメリカンボールにも出場したがビザが取得できずに、渡米を断念した。2006年、ダラスカウボーイズのチアリーダーに合格しよう役。 NFL のチアリーダーとしての活動を始めた。西武ライオンズのチアリーディングチームである、ブルー WINDS の総合プロデューサーを務めるとともに、2008年より BJ リーグ氏がレイクスターズのチアリーディングチームである、レイクスチアリーダーズのスーパーバイザーとなっている。ありがとうございます。